イングランド一部マンチェスター・シティが公式 SNS を更新。グッドタイムズと綴り、所属する女子選手たちが笑顔で練習場のピッチに現れた様子を公開した中、MF 長谷川優衣も同僚と肩を組みながらの登場に注目が集まっている。写真、とても良い、ビューティフル・ガールズ、シティ女子 MF 長谷川優衣、同僚と肩組み笑顔のカメラ目線姿。 長谷川は東京ベルディベレーザの下部組織出身でトップチームでプロキャリアをスタート。その後イタリアの AC ミラン女子、イングランドのウェストハム女子を経て22年9月に3年契約でシティ女子へ移籍を果たした。1年目から主力として活躍するとシーズン終了後には PFA 年間ベストイレブンに選出。 所属2年目の今季も433の中盤アンカーとしてポジションを確立している中、今年1月23日には2027年まで2年間の契約延長を結んだことが発表された。マンチェスターシティ公式 X のスクリーンショットです。3月30日のリーグ戦でリバプール女子との一戦を控える中、シティ公式 X、旧ツイッター、が、グッドタイムズ、 と綴り、所属する女子選手たちがピッチに現れた様子を公開。長谷川は同僚 DF ライアーアレクサンドリの肩に腕をかけて、笑顔のカメラ目線姿が収められている。この投稿にファンからは、とても良い、いいね、素晴らしい、ビューティフルガール、良い笑顔、とコメントが寄せられている。